こんばんは。今日はネオンがたくさん光る中、ちょっと肌寒いですが、お集まりいただきありがとうございます。私たちは、ドラマの準備から、監督とかはもっと4、5年かな、作品が仕上がるまで、ここまで来るまでに。私も2、3年、このドラマに携わってきたんですけれども、撮影の前は意気揚々と、撮影中は結構苦しんで、出来上がった作品を見て、すごく胸を張っていろんな人に見ていただきたいなと思う作品だなと、たくさんのスタッフの顔と、素晴らしいここに集まっている俳優さんたちの顔と、本当にいいものが今日本で撮れるいいものがドラマの中にたっぷり映っていると思います。この作品がこれから配信という形で皆さんに届けるのは私は初めてなので、どういうふうにいろんな人の心の中で根を生やして花になっていくか、ちょっと楽しみにしております。今日はしばらくよろしくお願いします。満島さん、ありがとうございます。さあ、続きましてもう一人の主人公、並木春道を演じられました佐藤健さんです。お願いいたします。今日はお集まりいただき、ありがとうございます。お会いできて非常に光栄です。配信を見てくださっている方もありがとうございます。ファーストラブを SNS などで盛り上げていただいてとても嬉しいです。この作品の見どころは、僕が思う見どころはアクションです。それは別にですね、今からいい話するから聞いて。ありがとう、笑ってくれて。走ったり戦ったりするっていうことじゃなくて、僕が現場ですごい監督に何回も言われてたことがあって、なんか多分言われたと思うんだけど、もっと体温が2度ぐらい高い感じで、もっと細胞が湧き立ってる感じで、すごい何回も言われてたんですけど、僕たちこう恋をしてる時、好きな人と目が合ったり好きな人のこと考えたりする時って、こう体内の細胞が暴れ回って体温がぐっと上がる。なので今回のファーストラブですね、登場人物たちの細胞のアクションをぜひ注目して見ていただけたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。